ディーナ派は沖縄県那覇市にある複合商業施設。かつては大英が入居していたが2005年11月をもって閉店。その後は長らく空きビルとなっていたが2009年4月に純駆動書店が入居し、施設名も大ナ派からディーナ派へと変更された。当記事では全身である大ナ派についても記述する。地上8階、地下1階で、 売り場面積は1万1000平方メートル。近い食品売り場にビッグワンが1階から3階部分に純駆動書店が入居しており、7.8階には沖縄セルラー電話のコールセンターなど企業のオフィスが入居している。1975年に大英が入居し開業した。後に名称を2度変え、1994年には大英が破天となったが、2005年11月に 閉店し撤退。同時に閉店した、浦添店は、立地条件の良さなどにより、半年後にリューボーストアなどが入居し、浦添ショッピングセンターとして開業したが、那覇店に関しては、築30年を超えていることや、八階建てという、近年の大型ショッピングセンターとしては向いていない、施設構造であったという理由などにより、長らく、空き店舗となっていた。その後、2009年2月に、 純駆動書店が同年1月末にビルを所有するイトレ霊商会との契約を結び、同年4月下旬に同ビルの1階から3階部分に入居することを発表。また、同じ月には沖縄セルラー電話が7階の一部と8階を借り、県内に分散しているコールセンターを集約することを発表した。2009年4月29日に施設名をィーナ派に改名し、 売り場面積約5000平方メートル、在庫約120万冊と、県内最大規模の書店として、純駆動書店の破店が開業。大英閉店後、客足が遠のいた沖へ通り商店街からは、純駆動の開業に期待の声も上がった。2009年12月、近い食品売り場に A コープが開店したが、2012年3月31日に閉店。その後、 同年5月1日にジバディスカウントストアのビッグアンが開店したが、2013年9月30日に閉店した。なおし説明の D ナハは、旧テナントの大英雄ナハ店が、大ナハと呼ばれていたことから、そのイメージを継承し、名付けられた。1975年に那覇ショッパーズプラザとして開店。県内初の大型ショッピングセンターということもあり、 客を取られてしまうのではないかという危機感から、地元商店街からの反発を受けた。大英は、直英ではなく、地元資本を加えた、地域市会社、株式会社大ナ派を設立し、その子会社による運営を行うという方針を取った。なお、大英会見により国際通りから、同点の位置する沖へいい通りへの集客に成功し、結果的に通り、全体の繁栄にも寄与した。 後に会社名である、ダイナ派へと解明され、その後、子会社である、株式会社ダイナ派は、親会社である、株式会社ダイエーに吸収合併されたことにより、ダイエーの派展へと改名した。なお、当時の施設名は、9店舗名から、ダイナ派と呼ばれており、ダイエーの派店となった後も、ダイナ派と呼ばれ続けた。その後、ダイエの業績不振で2002年には、 沖縄県内の大英3店舗が閉鎖された。当初は閉店予定がなかった那覇店に関しても2005年2月に閉鎖対象に上がり、同年9月には閉鎖が決定した。閉鎖が決定した際から従業員の雇用、跡地利用の問題は浮上したが、大部分は未解決のまま同年11月20日に閉店した。跡地に関しては小売業や コールセンターなどの入居提案が出されたが白紙となり、長らく空き店舗となっていたが、2009年2月に、純駆動書店が、同ビルへの入居を発表。同年1月付で契約を終え、4月下旬の開業を目指していることが明らかになった。その後、予定通り、同年4月24日に施設名を D が派に改め、純駆動書店の派店として開業した。 2009年4月25日、月琉球新報2009年4月23日、月琉球朝日放送2005年9月17日、月琉球新報 http://school.ataguman.com/.20711a/.archives/.91a22.html <ッ>。ありがとうございます。